お待たせ。今回は新しく発売になったカメラとレンズの紹介。今月発売のソニー α6600、 先月発売の標準ズームレンズ APS-C 用の1655 2.8 投資の G レンズ、そしてこちらは望遠ズーム 70-350mm、F 値が 4.5 から 6.3 の G レンズ、こちらを開封していきながら説明していきます。では早速始めます。今月1日、11月1日発売かな、 α6600 です。こんな感じです。どんどんきますね。どんどん、なんかこんなんですよ。こんな感じです。カメラ、それから、これは充電するときのね、まずバッテリー、ストラップ、ストラップ、このストラップも使います。せっかくだから使います。ストラップ、これは、充電用のやつですね。充電用以上です。充電器があるのでこれは使わないです。アイキャップがねちょっとついてますね、最初から。最初にブロワーで埃を綺麗にします。で、最初に綺麗にしていきます。向けてこう、あの電池の蓋とか開けた時は下向けるように、上向けるとホコリが入るのでね、下向けて入れます。でついでに SD カードもここに用意しといたやつ、 SD カードも入れます。 SD カードはここになってますね。 SD カードここ、そういえばあの電池も大きくなってます。電池も大きくなってますと、ね、こちらに α6300 がありますけれども、こちらは電池が小さいです。わかります？電池が α6600 は電池が大きくなってるんです。ほら全然違いますね。α6600 は電池が大きくなってます。で SD カードはここに入るようになってます。取り出ししやすいですね、この場所は。ここですね、取り出ししやすいです。 α6300 はここなんですよね。ここ取り出ししにくいです。ここ取り出しにくいです。ちょっとこの辺が改善されてますね。良くなってます。α6600 の方が。で、もうストラップもつけていきます。ストラップ。これを多分3つ3本通らないですね。細くて、これがちっちゃくって。
分通らないですね、これ。よいしょ。これ名前なんだっけ、サルカンでしたっけ、サルカン。アジャスターにサルカン。サルカンがね、ちょっとこうちっちゃいですね。もう、ね、これ戻してもギリギリですよね。戻してギリギリだから、多分3本。通らないですね。もうこれ皆さんできますよね。キッチキチですね。こんな感じです、うん、ここ通ればいいんですけどね、こう通らないですね。で、こう通らない時はこれはあの手製で作ったんですけどね、皮を切ってこういうの作って3本通すとまとまりがいいですね。ここ3本こうやってね、ペラペラが中に入って、これもね外に出なペラペラと出なければ問題ないですけどね。もし出るようだったらこのサルカンっていうやつを自分で作ってみてください。よくねじれて通す場合があるので、こうこうですね、間違いないですね。わ、硬い。戻すときにも硬い。硬いですね。で、で、OK。よいしょ。バルバルバルです。はい、できました。こんな感じ。はい、それから、これは、もうバッテリーと、SD カード入ってますね。これで OK。こっちをしまいます。では、まずこれは今月出たばかりね。で、これとこれは先月出たやつ、新しいやつですね。もう新品です。こんな感じです。取扱説明書とかですかね。取扱説明書こんな感じで入ってます。出しておきましょう。こうしてフードって言いますね。フード取り付け、カチャ、これで OK です。で、望遠の方ですね。あ、今度はケースがないです。こっちは望遠の方はケースがないですね。ほら、上の方がクエストなんです。何かね、違うんですかね。値段はね、やはりこっちの方が高いです。これが、15万ぐらいですね。1本15万円ぐらいのレンズで、こちらは11万円ぐらいですかね。11万円ぐらいのレンズです。こっちの望遠の方がちょっと安いですね。望遠の方が値段高そうでしょ。でもね、明るさが違うんです。こちらが F 値が 2.8 透視。こちらが F 値が 4.5 から 6.3。ちょっと暗いレンズなんですね。こっちの方が明るいレンズです。見た目はね、まあ、標準ズームだからあれですけど、ここの K もね、一緒ぐらいなんですけどもね。一緒かな。
一緒ですね。67、67。ここの径が67です。一緒です。こんな感じで。さて、あ、ごめんなさい。やっていきますよ。最初にね、軽くホコリを落としていきますね。新品なので、誰も使っていないので、本当に綺麗なもんですね。僕が初めて指紋をつけました。これを、ここですね。フードは赤と赤。カチッ。これで OK。ボケにこだわった G レンズです。望遠の方は、マニュアルフォー、マニュアルフォーカス、オートフォーカスと、OSS っていうのは手ブレ補正ですね。レンズの方に手ブレ補正がついてます。で、これは、ズームロックですね。これを下に下げると動かないです。これをロックを解除すると動きます。70mm から350mm まで動きます。結構これは、結構、そんなに軽くないですね。しっかりしてますね。こうやっても、そう、ビヨーンと伸びないですね。しっかりした作りです。うん、こちらの方は、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えスイッチだけですね。こちらの方は OSS 手ブレ補正がついていません。こちら、ズームロックもついていません。ズームロックっていうのはそちらのこれですね。ズームロック。ズームロックもついていません。これ、しっかり、この、そう落ちないと思いますね。簡単に。結構しっかりしたものです。それでは、取り付けていきます。一応落としちゃいけないのでね、首にかけます。で、ポイントがあります。レンズ交換するときのポイントですね。最初に。まあ、新品だから、汚れてないと思いますけども。まず、下を向けて、ね、ほこりをこの面につかないように。ね。周りのほこりも取って。で、ここですね。ここのボタンを押しながら、撮像素子の面を下向けて、ほこりが入らないように下向けて、半時計回りにひねって、外して。これは、ここの白いチボがありますね。白いマーク。これも白いマークあります。ここを合わせます。で、時計回りにひねって、カチッと終わり。それでは、設定していきたいと思います。まず、アイピースキャップをつけて、視度調整をして、先ほど、視度調整を済ましておきました。次に、日時ですね。時計のエリアと設定していきます。東京、ソウル、OK。真ん中が OK ですね。サマータイプっていうのは日本にはないですね。日時の設定いきます。今は11月ですね。今日は6日。今は、夜の9時11分。9時11分。で、OK なので真ん中で決定。で、年月日でいいですね。で、実行 OK。で、これは OK。はい、これで日時の設定が OK です。で、キャップ。ボディキャップを外すと、こんな感じですね。では、これからいろいろ設定していきます。その前に、このカメラの特徴ですね。一つは、α6300 がここにありますけども、見た目はよく似てます。ところが、違うところがいくつかあります。どこが違うかというと、一つは、フラッシュはついていないです。
α6300 は、フラッシュがついています。ここについています。見えるかな。 α6300 はフラッシュがついています。ついていません。で α6600 はこういうふうに自撮りができます。180度ですね。反対側向くことができます。 α6300 はこれはできません。これができるのは α6600、α6100、α6400 の3台だけです。新しい今年のモデル3台だけですね。これができる。あとバッテリーが大きかったですね。α6300 よりも2倍以上かな、2倍半ぐらい容量が持つそうですけども、バッテリーが大きくなっています。大きいバッテリーは α6600 だけですね、うん、この辺が違いますね。と次メニューですね。メニューボタンを押して、まずと1,2これカメラマーク、ビデオマーク、これが、通信ネットワーク、再生マーク、これ工具マーク、で星マークですね。6つあります。まず最初のカメラマーク見ていきます。 JPEG ロー、JPEG プラスローありますね。 JPEG エクストラファインが一番画質がいいですね。 JPEG 画像サイズはこれは、2400万画素、これは α6300 も一緒でしたね。アスペクト比、うん、あ、縦横比ですね、アスペクト比って言います。3:2、16:9とワイド画面ですね。で1:1正方形ですね。3種類から選べます。超秒針、ノイズ、リダクション。ただ星なんか撮るときですね、ノイズがたくさん出て、長い間シャッター開けてるとノイズがたくさん出てしまうから、そのノイズリダクションですね。そして高感度ノイズリダクション。高感度撮影したときにも、ノイズが出ます。それのリダクションですね。減らす、軽減させる装置。僕はいつも弱にします。色は、Adobe とこの SRBG、RBG っていうのはレッド、グリーン、ブルーの略です。 RBG、Adobe と S とありますね。レンズ補正、オートですね。オートでいいと思います。でこの辺はタッタッタッといってフォーカス、バランス重視よりは僕は、フォーカス優先の方ですね。これも自由です、ピントが合ってなくてもリリーズ優先、シャッターですね、シャッター優先でもいいですし、あの初期設定はバランス重視になってましたからバランス重視でもいいですし、僕はあのピントが合ってる方がいいのでフォーカス優先にしています。うん、この辺、あ、顔認識ですね、人物とかいろいろありますね。これはあの動物とかこういうマークが出て人と動物と選べます。シャッターシブリアンコでててててフォーカス一応これも何でもいい。あと何かあるかな。ちょっとこの辺は、うん、あとあの後でも設定できますからね、別に今きちっとやることもないかなと思います。分かるところだけ、いやせっかくなんで 4K と、一番良いやつ、標準よりも高速、オートフォーカス追随も、敏感に入れておきます。風温低減は入れておきます。うん、ちょっと
ですね、これは禁止、レンズなしレリーズですね、これは禁止にしておきます。デフォルト、デフォルトって初期設定のことですけども、デフォルトだと許可になってるんですね。レンズなしレリーズ、カスタム、来たカスタム、トスイダ、これですね、トスイダ、オートフォーカス、マニュアルフォーカス切り替えで、これオスイダ、これはオスイダ AL、オートエクスポーザーロックですね、露出ロックですね。僕はこれは使わないで、ここに、瞳オートフォーカスを、割り当てます。瞳オートフォーカス、どこだ、瞳オートフォーカス、瞳オートフォーカスを当てます。あれ、ないのかな、あった、瞳オートフォーカスですね、これで、ここはフォーカスエリア、フォーカスエリア、これですね、これオートフォーカスに顔瞳優先っていうやつですね、これをちょっと割り当ててみました。で、違う、戻して4、これは何、あ、これは僕あれですね、ホワイトバランス、ホワイトバランスにしてます。ここ、この位置ですね、ホワイトバランス、それから真ん中フォーカススタンダード、この真ん中はフォーカススタンダードでいいですね。ドライブモード、ISO感度、 ISO 感度は、ここはね、 ISO 感度はこのシャッターの隣のボタンにしたいんですよね。あ、α6600 はあれですね、シャッターのここに2つボタンありますね。この辺、どこに、そしたらどうしよう、この辺ではなくて、ここだ、この位置、ここですね、ここカスタム位置、ここを、僕は ISO 感度、 ISO 感度、 ISO 感度って言いますよね、 ISO 感度に設定したいけど、あれ、あった、なかったよね、 ISO 感度、あった、 ISO 感度で、この、お隣さんですね、カスタム2、ここを僕は、ホワイトバランス、さっきここにホワイトバランスしたんですけどね、この α6600 はここに2つカスタムボタンがあります。 α6300 は1つだったからここをホワイトバランスにしたんですけど、2つある場合は、フルサイズと同じですね、こちらを ISO 感度、こちらをホワイトバランスにします。できるだけフルサイズと共通にした方が間違わなくて済みますからね、ホワイトバランスで、これはどこだ、フォーカス4、あ、これはあれですね、レンズのことですね、ここにボタンがありますね、あ、違う、レンズのことです、レンズのフォーカスホールですね、フォーカスを固定します、これでいいかな、これ何にしよう、ホワイトバランスでなくていい、なんで、あ、これクリエイティブスタイルにしておこうで、まだですね、まだ設定、まだダイヤル、このダイヤルホイールの設定っていうのは、ここのダイヤルと、あ、ここのダイヤルです、ここのダイヤルとこのダイヤル2つです、これを僕はこちらをシャッター速度にしたいので、こちらですね、でこちらは絞りにしたいんです。これね、これ、絞り、アパチャーバリュー。こ
この TV っていうのはタイムバリューですね。タイムバリューと、スピードバリュー S か T っていうのは、シャッター速度のことです。これはタイムバリューです。こちらの方を設定、そうするとこちらでシャッ、ん?こちらでシャッター速度、今これ初期設定では P モードになってるんですね。マニュアルモードにします。あ、ごめんなさい。で、ここをやるとこちらがシャッター速度、こちらが絞りですね。このレンズは 2.8 透視なので 2.8 まで明るくなります。良いレンズです。値段高いだけのことありますね。後でオートフォーカステストとかしますね。今回は設定だけです。こんな感じですね。あとは特に、あ、ムービーボタンですね。動画モードの時のみ、有効にしておきます。誤ってバス押さえてね、動画回ってる場合があるのでね。動画は電池をねたくさん食べるから、誤って触るとちょっとまずいです。電池がなくなってしまいますからね。こんなもんですからね、こんなもんですね。はい、こんな感じです。で、これはバージョン表示、バージョンなんでしょう。ボディは、出たば、今月出たばかりですからね。11月1日に出た、5日前に出ましたね。ボディが、1.0 ですね。レンズは先月出たばかりですね。レンズがバージョン01です。です。もう新品ですね。はい。はい、これで OK です。皆さんどうでしたか?それではまとめです。新しいカメラの設定。レンズの取り付け時の注意点です。ホコリの侵入に注意してください。これはセンサーですね。ここにセンサーがありますね。で、センサーにホコリが入ってしまうと、撮影した時にそのホコリが映り込んでしまう時があります。特に F 値を絞った場合ですよね。2.8 より 5.6、5.6 より8、11って絞って撮るとそのホコリが黒っぽく映り込んでしまいます。ですからなるべくセンサーにホコリが入らないように下を向けて、レンズ交換の時は下を向けて、行ってくださいね。で、レンズもそうですね。レンズの前玉、後玉の方にホコリがついてるとそれがセンサーに付着したりしますし、後玉のホコリが写真に映り込んでする場合があるので、レンズの後玉、センサーの入り口ですね、下に向けてなるべくホコリが入らないように注意しましょう。で、レンズ交換するときは必ずこの辺にね、ホコリがやっぱりついてると思います。これを口でフーフーってやるとどうしても目に見えない唾が飛ぶので、ブロワーを使って、で、できるだけホコリの少ないところでレンズ交換をしていきます。この辺注意ですね。で、もう一回ホコリがついてしまって写真にこうゴミが映り込んで撮れないって言った時はメーカーですね、自分で掃除をしないでメーカーで、掃除をしてもらいます。それでは今回開封したカメラとレンズ、今回は α6600、 今月発売されました。これですね。そしてレンズが、先月発売された標準ズームレンズ 1655-2.8 透視です。非常にコンパクトな、小さいですね、コンパクトなレンズ。そして望遠ズームレンズ 70-350mm、 こちらも 350mm にしては随分とコンパクトです。僕の手のひらより小さいですね。コンパクトです。これも先月発売です。で、今月発売の α6600 と2016年発売の α6300、 どういう違いがあるか見ていきましょう。上から見た感じはこんな感じです。ほとんど変わらないですね。このグリップの部分ですね、このグリップ、ここ、あ、動いた、ここ、ここ、
グリップの部分が少し深くなってますね。深くなりましたね。それとここフラッシュです。 α6300 はこの小さなフラッシュがついてますけども、 α6600 はついていません。同時に発売された α6100 の方はついています。他には手ブレ補正ですね。レンズもそうですね。この標準ズームには手ブレ補正がついていません。こちらの望遠ズームには OSS 手ブレ補正がついています。そして自撮りですね。これが結構大きいかもしれません。 α6300 はこれが限度ですね。ここまでしか上がりません。 α6600 はここからさらに自撮りができるように180度開きます。下向きは同じです。下向きは同じです。全く同じですね。下向きは同じです。他にはバッテリーの大きさがあります。 α6600 のバッテリーは大きいです。フルサイズの α7M3 ですねと同じサイズです。このサイズです。一方 α6300 のバッテリーは小さいです。こんなにサイズが違います。全然違いますよね。だから撮影枚数ですね、撮れる容量が全然違います。動画も全然違いますね。撮れる時間が違います。他に違うのはなかなかパッと見目には見えないですけれども、実際に撮影してみるとオートフォーカスの速度が全然違います。これは体感で違いが分かるほどですね。 α6600 はとにかく速いです。いつの間にかピントが合ってます。 α6300 でも α6600 を知らなければ速いです。随分速いなっていう印象を受けるんですけども、 α6600 はもう驚くほど速いですね。で次レンズもそうですね。レンズもこの標準ズームレンズは全く音がしない、静かどころか全く音がしないです。そしてめちゃくちゃオートフォーカス速いです。追随性もすごく速いです。静かにスッスッと合いますね。これ実際に、撮ってみましたね。また、よければ振り返って確認してみてください。ズームレンズも標準ズームほどではないですけれども、オートフォーカスは静かで速いです。追随性も標準ズームほどではないですけれども速いです。このレンズはちょっと良すぎですね。レンズは14万5万ぐらいするレンズですかね。初めはなんでそんなにするんだろうと思ったんですけど、やっぱりすごい性能がいいですね。この性能を知ってしまうと、やっぱ欲しくなりますね。APS-C サイズには、一番おすすめのレンズがこれです。以上です。今回も最後までありがとうございました。